ねん。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。不思議な折り方で千円札を折ると、なんと千円札が1万円札になります。ご覧ください、これ1万円札になりました。ちゃんとこれ1万円札になってます。はい、調べてください。一応ね、適当に、はい、適当です。はい、信用していただいて、はい、適当です。じゃあストップだけお願いしてもいいです。はい、じゃあ行きましょう。ストップいいですか。はい、じゃあこれ、じゃあ取っていただいて。覚えました。はい、何枚目に入ってるか分かります。いや、分からないです。もしそれを自分で止めたとしたらすごくないですか。配ってって。そうですね。ああ、それはすごいですね。なんでこんな感じで渡しますから、僕触れません、はい、重ねるようにしてカードどんどん配っていってください。配っていくだけでいいんですか。そう、そうすると必ず止まります。どんどん、どんどんいきましょう。どんどんいきましょう。止まったね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 。止まったでしょ。いや、はいはい、確認止まったよね。止まりましたね。それで覚えたのは何でした。ハートの3。負けてください。ありがとうございます。ちっちゃい、ちっちゃくなってる。でも止まったよね。いや、止まりましたけど、いや、ちっちゃくなってるし、当たってるよね。やってるんですけど、いや、ちっちゃくなってるし。ありがとうございました。いやいや、違う違う。あのメンタリズムをちょっと、メンタリズムやりたいと思いますね。はい、ちょっとここに今日すごいシンプルなの見たことでしょ、これ。はいね、はい、用意しましたよ、これ小銭。はい、はい、これ。はい、じゃあ、どれくらいですか。500円。一般の人と同じですけど、いいですか。大丈夫です。全くいい。あえての、あえての500円。わかりました、僕振りません。じゃあ、この2枚は選ばなかったでいいですね。はい、いいですね、OK です。実は僕500円選ぶの分かってました。お、実は100円もこれ10円も普通ですよね。はい、なんですけど、500円の裏に選ぶと思って印をつけてきました。お、すごい。そうですね、僕の誘導通りです。安保です。よろしくお願いします。その間に予言書きます。OK。どれがどれか分かんないですね。王様が競争します。お願いします。よーい、スタート。はい、激しい配信が出ます。決まりましたね。決まりました。見てみましょう。やっぱダイヤ王様はね、横のパンツが気になるんですね。ハドル様も転んでやっぱ頭に検査しちゃうんです。クラブの王様は年配ですから、ってことは優勝はスペードのキングでございます。すごい。ちょっと待って、そう、はい、あんた、早いね、勝負決まる。早い、接戦戦、もうすぐね、これかな。やっぱね、剣が刺さってるから、ダメ、涼しいね。もう疲れてるから。王様ね、さっきからね、全力で頑張ったから、疲労が。ってことは、優勝は、ダイヤのキングでございます。すごい。使うのがですね、6個の最高なんですけれども、よく調べてもらいまして、まあ大丈夫そうですね。でこの6個のサイコロを使って、はい、今から予言を作ります。これ全部4なんですね。4、これが予言です。一応忘れないです。予言です。そして、トランプも使いますと。混ぜましてそしたら、じゃあお願いしていいですか。はい、手出してもらいまして、半
持ち上げたところから私の予言が4なので4枚です。1、2、3、4です。そしてさあいきます。3ですね。全然関係なそうなんですけど、13と7足すといくつでしょう。20に3足すと23、最後に1を足すと24、46、24。あ、なんか一致した感じですね。はいはいはい。これだけじゃなくて適当に分けましたね。はい、分けてもらいまして一緒に数えますよ。21、22、23、24。なんか一致しましたね。24で、私の予言これだけじゃなくて、まあ、適当に選んだ、4枚ですけれども、3はさですね。さ、語呂合わせでさ。7はな、K と A でかなんですね。か、これ魚になるんですね。魚、さ、か、か、な、はい、魚、魚、予言通りなんですよ。え、私の予言この四六24だけじゃなくてちゃんと魚になってるんですね。あ、ほんまや。的中というわけでありがとうございました。